誰のもの公演。ありがとうございました。ピーナッツありがとう。こんばんは。久しぶりにね、じゃーん。これはジャズの時の差し入れなんですけど、久しぶりにオーナミン C をね、ずっと冷蔵庫に入れてたので。お疲れ様でした。ケピーの持ってきた。久々だ、オロナミン C。 あんま買わなくなりましたね。こんばんは、ケピー。乾杯。クオしみる。何ですかこれ、飛行機ね、何違うな、ロケットみたいな。ありがとうございます。髪型いい感じ、本当どうでした。シンプルな感じに今日はしてみました。あら、驚かれました、なんか珍しいみたいな。ほぼ挨拶したらほぼストレートなのでね、ゆるくしたけど珍しいみたいな。とてもとても驚かれてました。でもなんかここがねすごい、ここなんか止めたりするんかな、めっちゃプラプラなって、なんかねそう、これあってどうやって踊ってんだと思って、ちょっともうちょっと研究しようと思いました。今日の感想としては、これがあるまま踊ってるのでね、ハニちゃん。ギフトありがとうございます。こんばんは。スペースシャトル、スペースシャトルなのこれ。すごい、なんでだ。こんばんは。今日可愛かった、今日か。めっちゃ終盤らへんに見つけたんだけどね、ゼータちゃんと振ってた、ピンク。ピンク振ってないから気づかなかったんだよね。そうだと思うんだけど、どう、来てくれてありがとう。来てくれてありがとう。うん、仕事で花だれいけんかった、悲しい悲しい。ちゃんとねピンク振ってる人は気づいてるんで、気づくんですけどね、ピンク振ってなかったから多分気づかなかったんだと思うんですけど、どうでしたかね。どうだったでしょう。あとありがとう。うんうん。ちゃんとリストーリーウケるよね。ちゃんとリストーリーはあれです、ポニーテール。そう、ちょうどね撮られてる時に長いポニーテールやってたんで、あの MC 待ち、ユニット後の MC 待ちで踊ってたら撮られました。うん、今日もありがとうございました、見に来て。どうよ、はい、見に来てくれた皆さんありがとうございました。エディオンいいね、エディオン好きですよ、横に長い感じ。まあなんか花垂れってなんか縦長なんですよ、すごい花垂れな、あ
レッジボツンと2列になったりするやん。なんか縦長になること多いですけど、なんでまあ狭いとこ何個かあったけど、そうエディオン会場好きですよ。楽しかったです。幕がある感じとかね、オーバーチャーで出てくるんじゃなくてもう折るみたいな、幕の後ろにでこう開くみたいな、そんな感じとかも結構好きです。こんばんは、フォローしましたありがとう。あ、そう、防波堤ジャンプとかね、あのカットカットカット、斜めになれないカット、エディオンバージョンいいよね。まああれはあれで、後ろの幕に挟まれてるやんってよく見てるじゃないですか。すごいアリサタン推しだ、さすがよく見てる。そう、何回かねおおなりましたけども、うん、ブヘー、こんばんは、楽しかったです。花だれ1ヶ月ぶりですね、元日公演ぶり。次はでも17出ますのでね、昼夜よろしくお願いします。こんばんは、席はあれ席悪いんやガチか席悪い。アイさんのうちはどうして用意してないですかおかしくない、研究生ばっかりくるくると、誰だノーピーと、おかしいよねだいぶおかしいね。ピーナッツありがとう。17も行きます、待ってます。17もエディオンですよね、よろしくお願いします。MA1 の宣伝ね、ありがとうございます、宣伝もさせてもろて宣伝もさせてもろて、ありがとうございます。ぜひこちらからこちらから MA1 とこちらのキャップがゲットできます。こちらの上のバナーからチェックしてね。目線そらしちゃんとできてた、できてたんかな、そんな別におおみたいなおおってなることじゃないんよ、なんかねやらされたんだけどできてましたか。あいさのね術です、写真撮るときのサラピにね伝えてんの今そしたらね結構習得してた最初はねぎこちなかったんですけど、サラピ結構習得してた多分使われます、サラピのインスタにも目線そるし、これから乗っていくと思う私が伝えた術。うんうん、あわ、だるまハートありがとう。いける、いやボスはスルーしてもアイスは見てるからね、ちゃんと。アイスはなかったんやけど、あのウェディングじゃない、え、なんだっけ、アイスのメガネ何のうちは持ってたっけな、持ってこい持ってこい、こんばんはこんばんは、
目線外すのまあ大体左です。大体左、まあどっちかとやったらね、利き顔、利き顔どっちかとやったら私は右なんですよ。でまあ大体こう左見て顔は右みたいな感じ。まあ全然やりますよこっちも。そう、そしてね、今日はみーひんが卒業発表しちゃいました。もう本当に悲しい。ギフトありがとうございます。利き顔右です、覚えてください。まあ特にね、あの絶対に右じゃないとみたいなのはないんですけど、右かなぐらい。この笑った時に出るこのエクボが右にしかないんですよ私。じっくり見てくれたら分かると思うんですけど、うん、左には出ないからまあ右かなぐらい。そう、うんうん、こんばんは。ね、本当に悲しい。一期生が減っていく。ね、今日知ったというか、まあ今日ね言うのはもうびっくりなんだけど、みーひんもかなって思ってた部分あったのでね、本当に悲しいです。こんばんは、ギフトありがとう。ねえその何、自分のね、自分自分がね、もしってなった時に一期生があんまりいないっていうのが悲しいよね。見送ってもらう方に。なんでその話をしてんの。誰言った、むくちゃん言った。こんばんは。ねえ悲しい。ラッシュが来てましたね、やばい。 STU にくちゃん言ってた。そうだよ、ふくちゃんはね愛想を甘やかしてくれた、甘やかし隊として。アイス成人おめでとうまでねいなきゃダメだよって圧かけときました。ふくちゃんそこにマイハがいたからね、アイスとマイハが大人になるまでいなきゃダメだよ。こんな感じ。アイス大人おめでとう、成人おめでとうまでちゃんと言ってねっていう圧はかけときました。前から考えてたって言ってたやん。言ってたやん、見てないな。大体そうだよね、なんかね、すぐには決めれない、こう考えてだんだん伸びてやっぱりってなるんですよ。だからね、いつとかはもう全然わからないね。押せるときに押せですよ、ほんと皆さん。ほんと皆さんね言うんです。これ全然フラグとかじゃなくてね、押せるときに押せって感じです。よろしくお願いします。
忘れてたの。今日のね6時、6時ぐらいに情報解禁されました。お知らせ見ました？皆さんエナジー入れます。ちょっと行くのが怖くなってきました。どういうこと？どういう、それはどういう。こんばんは。見ましたか？これだ。星座対決チャンピオン待ってました。お、まあ嬉しいのかどうなのか、まあ皆さん次第だと思うんですけど。はい。ST48 写真集制作権争奪イベントっていうね、なんかショールームイベントにて始まります。今週もう明後日土曜。2月3日の土曜5時から1週間写真集制作をかけたショールームイベントが始まりまして、そう、なんと1位はグアム。グアムセブ島での撮影を予定していますということで、そうね、これね、何？なんで、あれ？なんでアイソじゃない人を応援してる人がいるんですかね？おかしい。おかしいな。おかしいですよね。まあいいんですけど。まあいいんですけど、私も参加することにしました。参加することにしました。グアム、セブ島、1位は。グアムセブ島、2位と3位は海外には行けないんですけど、2位と3位も、なんだなんだ、ソロ写真集の発売が決定します。上位3人ですね。1位は海外に行けるよっていう感じらしいです。はい。まあなんで参加したかと言いますと、そのセルフプロデュース写真集ということで、全部自分で決めれるっていうことでね、まあ写真集が出せることになりましたら、ファッションのね、私のファッション取り入れていけるかなと思いましたし、これね、19歳で撮影になるのか20歳で撮影になるのか分かりませんけど、まあラスト10代の思い出かな。ラスト10代出せるとしたら、ラスト10代二十歳成り立ててか分かりませんけど、まあ、そこら辺のね、どっちだみたいなこの記念すべき瞬間の写真集になると思うのでね、その中途半端とかじゃなくて21歳とか分かんないけどそんな感じとかじゃなくて、ラストティーンか二十歳かぐらいの年ところになると思うのでね、記念すべきかなと思って、思い出です。この機会がね、このなんだ、ショールームイベントとかじゃないと、ね、私は写真集出せるっていうのことが、ね、回ってくることはもう卒業までないと思ったのでね、はい、みなしおりさん写真集出しますってできるほど の人望なんですか、わかりませんけど、ね、卒業までそんな機会に参加しないと出せないかもしれないと思ったので、私たちは、はい、写真集出したいというよりかは、まあ思い出に残したいって感じですかね。わお、あわよくはグアムに行きたいって感じです、はい、最後の思い出ぐらいのつもりで頑張ります。頑張ります、はい、
グアムに行きたいって感じで参加を決めました。うん、そうね、思い出として生かしてください。私に皆さんお願いします。最後の思い出、グアム映像をやめて。グアム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 。よろしくお願いします。おもひで19歳、ラストティーン、ラストティーン、うーん、いや、ラストティーンだよね。ラストティーン写真集ということで、最後ですよ絶対に。最後というか、いやあれですよ、あのね、フラグじゃなくて、あのそういうことじゃなくてそういうことじゃなくて、あのなんて言うんだ、パスポートありますよ食い気味パスポートあるんですよ私。そう、一回もね、この度ミネウシアリサという人は一回も活用できておりませんが、パスポート結構前から制作しております。なんなら一回も使わずとも、もう切れちゃう切れちゃう、期限切れちゃう。5年ぐらいでしょあれ、多分もう経つ。いやもうかわいそうって感じなので、使わせてください。はい、よろしくお願いします。パスポート切れちゃう、一回も使ってないのに切れちゃうの。はい、グアムで使えますように頑張ります。で、何でしたっけ、あ、最後というのはあれですね、あのこの写真集という機会がね、このチャンスを逃すと多分私は卒業するまで出さないよっていう感じになるので、この機会を逃しちゃうとね、その最後の機会というかね、最初で最後のラストティーンの思い出、ラストティーンの美濃シャリサをボンとまあ残せれたら嬉しいなっていう感じで参加しようかなと思いました。はい、こんな感じの所存でございます。皆さんどうでしょうか。フォローしました、ありがとうございますね。こんな感じです。夢が届くの楽しみ、ありがとうございます、ありがとうございます。グアムね、思い出作りたいじゃない、海外行ったことない、かわいいかわいい女の子って感じなんですよ。そう、みんなにね、綺麗な景色の中で撮っているところを、撮っている写真集なんですか、こうね、皆さんに制作権をねいただけたら嬉しいなと思います。頑張ります。それでね、昨日ね、あのルールみたいなルールみたいな聞いたんですけどちょっと匂わせすぎたかな、ルールがね変わったのでね、ちょっと私もわからない部分、初めてわからない部分ありますけども、とりあえず、星投げと50カウントはなくなりました。捨て星とかね、そういう案件なくなりました。そのミッションがね、その代わりにミッションがありまして、うーん、やらなくてはいけないことといいましては、そう、このねキラキラ、星じゃなくてこのキラキラが、500個所持できると、そのキラキラを500個
投げていただくこと、そしてミッションとして、愛さんの配信とまた別に10個配信を見に行き、ゴールド、今度は G ゴールドを手に、はい、手に入れる。そして、ここのルームで1個でもギフトを投げる。そしてここのルームでコメントを1個でもするっていうのがミッションでして、それを達成するとどうなるんだミッション達成するとどうなるんだゴールドが手に入るんですよね。ゴールド、その手に入ったゴールドはどうなるんですでしたっけ。30ゴールドもらえる。あ、それをギフトに使えるってことか。うん、ダルマとかハート投げれるってか。あ、なるほどね、なるほどなるほどなるほど、それでギフトに変換できるのか。1G のギフト10連10回と、確かにどうなんだろう。10連もね、500ゴールド未満のギフトは10連で投げてもらった方がポイントが倍というかボーナスポイントがつくんですけど、500ゴールド以上のギフトは10連で投げても1個ずつでも変わらないようになったらしいですっていうルールもある。なるほどなるほど。最大140ゴールドゴールド、それをだるまとかに使えるようになったのか。配信が始まったらミッションをね、皆さんにはやっていただくようになりましたので、よろしくお願いします。絶対グアムに行こう。グアムね、誰が参加するのかわからない。私もわからないですけど、頑張りたいと思います。初訪問ありがとう。グアムフォローお願いします。ね、あとレインボースターをゲットしていただけてたら、今のうちにできることとしてはそんぐらいですか。ミッションもうできるよね。だって今日のところもミッションできる。ギフトありがとう。玄関マットさん、ショールームイベントやるのでよろしくお願いしますみんなこれね、もう人数っていうか応援してくれるね、皆さんの人数の戦いみたいになってきたので、みんな布教しておいてください。誰が参加するのかわからないですけど、もし参加しないね、推し、
面の日本語やばい、日本語弱者。参加し、このイベントに参加しないメンバーが推し面っていう人、友達、おたともいたら声かけといてください。グアム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 。グアム行かせてください。海外ギャル似合うのは面白い。海外、海外飛び立つよ。ありがとう。無料ゴールドは期限がある。あ、そうなんだ。貯めとけないんだ、ずっと。明日分は貯めて土曜日に投げましょう。なるほど。じゃあ今日のは貯め、ん？今日のは使えないってことか。明日分のはもう貯めておく必要がある。というわけらしいです。あとは明日、いやもう今日決めたいな今日初日のタイムテーブル決めたいです。神神神神、私の部屋から紙が消えた。嘘。嘘でしょ。来ないよね。やばいやばいやばい。これあれだよね、そうそうそう、午前と午後で分けたらいいんですけど、午前っていうか3時でリセットされるらしいので、3時以前か3時以降で分けたらいいとのことなんですけども、初日は5時からなので、5時から12時0時5時から0時で3時間ってことですよね。ね。なので1時間ずつにしたらいいのか、普通に1時間 3枠とかでいかがでしょう。とりあえず23時から12時をやるとして、ハートありがとう。枠を分ける必要がなくなったんですよね。ゴールデンタイムは何時だ？9時10時？9時から10時とかですか？5時から5時、5時ってどうなんですか、出だしとも思うけど、5時から1時間は見れる人少ないとかある。
わ。5時から30分とかにしようか。こんばんは。そっか、土曜日か。5時から30分とかにしようかな。分ける必要ない。5時から30分、7時から30分とか。8時、9時、9時半、10時半、11時、12時。ご飯食べ過ぎたいって、どういうことやねん。もうどういうことやねん。ご飯食べ過ぎても見に来い。こんばんは。じゃあ5時ね、土曜日の5時だったら見れるか。そこで1時間使ってしまうならどうだ。見とれって投げ忘れてる。投げてください。見とれないで。可愛いのは分かってるけど。見とれないでください。5時半、あ、間違えた。間違ったやないかい。出だし30分。集めとかしなくていい。なんか始まったら、始まった瞬間に見に来てくれたら大丈夫になりました。とりあえずは。こっち、うん、なんて言ったっけ。とりあえず2時間とか連続で配信するスタイルというよりかは分け分けスタイル。見れるときに参加してください。よろしくお願いしますって感じで。あ、ちょっと待って、おるの下手くそすぎる。こんな感じでどうでしょう。とりあえず初日5時から出だし30分、7時から30分、8時、9時、1時間、9時半、10時半、23時から12時、合計3時間、30、30、1時間、1時間、1時間。ねっ、合ってるよね。いや違うね、合ってないね。え、多くね。1、2、3、4時間配信してんやん。誰も突っ込んでくれんやん。4時間配信してんやん。私何してんねん。
待って、チャートリー行ってきます。そうだね、チャートリーだね。チャートリーの時間にかぶせるのはやめよう。誰も突っ込んでくれ、なんでなん、ほんまに。っていうこと、誰も気づいてなかったよね。頭回してないよね。誰も頭回してないですよね。このない脳みそがフル回転してるっていうのに。ボンミス、ボンミス。気を取り直すと一個多かったな。ってことは、シベリア。ってことは、うん、8時。そうだな。30、30、60、60で3時間か。間違った。リコちゃんやるやろね。こっちはやるやろね。じゃーん。30、30、60、60でどうでしょう。5時からスタートダッシュ30分やって、チャートリ公演も終わったかな。ふむふむ。8時から30分で、9時半から1時間、23時から1時間って感じでどうでしょうか。ございます。明日からゴールド貯めてください。お風呂に入るタイミングあるやろ。ここら辺で入ってくださいよ。8時半から9時半、1時間空いてる。1時間も空いてる。アイス食べる時間もある。どう考えても大丈夫だ。そのような時間はたっぷりとあります。2時間も3時間も入らないで。そこは頼んだよ。とりあえずこのような予定でいかがでしょう。新ルールになった感じで、初めてやるのでよくわかりませんけど、やってみようって感じでどう。よろしくお願いします。というわけで、私のグアム行きを応援してください、みんな。海外飛び立ちたいよって感じで、おもひでに残したいよって感じで、1週間頑張ってみようかなと思うので、みんなできる範囲応援してくれたら嬉しいです。
もちろんです。ツイッターには明日載せます。頃合いを明後日からなのね、イベントは。明日載せます。よろしくお願いします。グアムとセブ島で違うんですか。あら、これじゃない。グアムオアセブ島オアプーケット。え待って、マジ、グアムオアセブ島オアプーケットは、プーケットなんですか。宣伝画像すぐ作ります、ありがとう。あらら、プーケットどこ。待って、わからん。アンダマン海。待って、どこ。タイ、プーケットタイですか。うん、タイか、なるほど。わお、わお、青いこと。タイやん。何の種類やる。プードルな。プードルな。私はグアム推しかな。プーケットおすすめ、ほんま。わからんすぎ、なんせジャパンから出たことない。かわいい、かわいい女の子です。タイの治安が悪い。あ、そうなんだ。グアム、グアム、グアム、グアム。このような機会を逃したらね、グアムに行くなんてね、ことも人生の間でないかもしれない。わしって人は時差ほぼない。そうなん。写真集の撮影所。そうです、写真集制作をかけたショールームイベントに参加します。節分の日、土曜日から写真集制作をかけたショールームイベントが始まります。1位がなんとグアム、海外での撮影。2位と3位は海外ではないけど写真集の制作の権利を得るような感じになっております。その、ショールームイベントに参加することにしました。みなしありさです。ラストティーンなのか二十歳なのか、いつ撮影なのかわからないけど、まあそのね、記念すべき瞬間、ラストティーンも大事だし、二十歳になった瞬間も貴重じゃないですか。その瞬間を写真集に残せたらなとも思いましたし、このね、このショールームイベントで決めるのはどうなのかとも思うんですけども、まあ、このこういうねショールームイベントに参加して作れるみたいな機会を逃してしまうと、私は多分卒業まで作らないと思うので、はい、できるチャンスがあるのならばやってみようかなと思いまして、参加することにしました。思い出としてね残したいですし、その作ってる期間もね人生においての思い出になると思うので頑張りたいです。写真集の中身も自分で決める、セルフプロデュース任せてください。このアリサ様にセルフプロデュースは任せてくださいって感じなの。タイトル決めてたりするわけないやろ。みんな考えてください。早、
気早。グアム目指して。グアム目指して。私は海外に連れてってください。パスポートが無駄になりませんように。アイスちゃんのパスポート使いたい。期限が切れちゃうので頑張ります。海外のねお仕事があるかと思って。いつ作ったんだろう。もう3年は経ってるな多分。マジで間もなく切れる期限が。写真顔が変わってるからさ、なんか変えなきゃいけないとかあるじゃん。多分期限切れるな。一回も使ってないのに。よろしくお願いします。こんばんは。どうなんですよね、その写真集ならではのあれとか分かりませんけども、みんなのね期待期待してくれてたらどうなることやら。期待に応えれるように精一杯頑張ろうとは思います。何とは言えませんが、まあ海は行きたいね。海バカンス、やっぱ夏、冬か夏かって言われたら夏。私夏派。夏派。まあ何着ていくか分からんけど海には行きたいですって感じで。海にサングラスが一番似合う女だと思ってます。よろしくお願いします。食べ物いっぱいいける。食べ物いっぱい。こんばんは。手元に残る系のねイベント嬉しいですね。その神戸コレクションもね服作れて、お洋服をプロデュースできて、みんなの手元に思い出として残る。今回は写真集が残るっていうね。そのランウェイとかなんだ、ね、そういうのをかけたイベントだったら思い出には形としては残んないけどね。形に残る系だったらいいなと思ってやってみることにしました。写真集をかけたチャンスなんてね、最初で最後だと思いますので、多分よろしくお願いします。頑張ってみよう。アイスは泳げますよ。スイミングの練習なんかしなくても。アイス泳ぎうまいですよ。4種目泳げるよ。こう見えて。スイミング習ってたんでね。いやいやながら。ロリチャミン、ロリチャミン、グアム連れてくの難易度高いな。グアムは難易度高いけどおしゃれ犬だな。私は泣いたことがない。でるる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 。でも怖くなかった。私泣いたりするのは違うと感じてた。
番得意なやつは背泳ぎじゃないわ、平泳ぎ。多分平泳ぎが一番早い。一番遅いみたいな感じのやつだけど、多分平泳ぎ一番早い。まあそんな泳いだりしないでしょ。泳ぎたくはないですね。海には行きたいです。海には行きたいが泳ぐのはちょっと違うくないか。うん、フォローしました、ありがとうございます。まあこんな感じで大人になった身の上ありそう。写真集に残せることができたら嬉しいなと思います。2月3日あさってですね、あさってから1週間よろしくお願いします。頑張るぞー。 X では明日公表明日ツイート、なんだっけ、ポストしますというわけで、拡散よろしくお願いします。だるま、ありがとう。レインボースターとかなんか大事になってくるやつは貯めておいてください。皆さんよろしくお願いします。ではそろそろランキングを読みます。13位あやさん、12位ケンデスおじたん、11位ケルちゃん、10位タイムファイヤーさん、9位サイドケイさん、8位ソーちゃん、7位ココア大地期星人、6位ゼータン、5位ワンジャラさん、4位ストゥーチー、3位ヤスベさん、2位ユキちゃん、で1位はドルルルルドルルルルン、あずきちゃんありがとうございます。ありがとう、本日の花だれ公演見に来てくれた皆さんありがとうございました。ありがとう。それではまた明日、また明日配信します。ありがとうございました。おやぽみー、おやすみみみみみみ。